を見上げると気づいたんだ。あいつのことばっかり考えていた。いつからなんだろう、あんま優しくないけど、理由がわからないのが恋なのでしょう。なんか悔しい。週に一度コザの街に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトに、ご来店いただいた素敵なお客様とともにおしゃべりを楽しむトーク番組です。この鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しております、タレントの前城美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はいね、熊本をはじめ九州ではまだまだ余震が続いているようですが、近くにお住まいの皆さんは大丈夫でしょうか ね。テレビとかね、うん、SNS、Twitter、Facebook とかを見るとすっごい心が痛くなるんですけど、うん、でここね数日気分が落ち込んだりしてたんです。でも家族が、うん、自分の一緒に住んでたりする家族が、うん、お前が落ち込むのはお門違いっていうことを言われまして、で確かにそうだなって思ったんです。で私が暗くなっても被災地の復興が進むわけじゃないですし、だから全力で笑って全力で生きようって思いました。もし県外から被災地からこの番組を聞いてくださっている方がいましたら、どうかこのラジオを聞いている1時間が楽しいものになりますように、私も精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。1時間お付き合いください。はい、亡くなった方のご冥福と一日でも早い復興を心から願っております。はい、この番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス 098-934-8653 098-934-8653 まで、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。そして FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからもぜひぜひお楽しみください。コメントもお待ちしております。よろしくです。コメント早速ね来てます。よしひろさん、中村よしひろさんから、そしてアッキーさんから、こんにちは、こんばんちはということで、はい、こんばんは。今日もお付き合いよろしくお願いします。たくやさんからも、8名様、今日のラジオツイキャス動画楽しんでください、キャフピョンということで、はい、私の代わりにありがとうございます。はい、この番組はモデルタレント事務所カラスの提供でお送りします。ここで1曲なんですが、4月27日にリリースする同じ事務所のアーティスト WB の新曲、たくさんの人に聴いてほしいので、今月のプッシュナンバーとしてお送りしています。それでは WB でハングインデア。Keep
お届けしましたのは WB でハングリーデアでした。鈴カフェお届けしていますのは前城美鈴です。よろしくお願いします。さあ本日のお客様、今週も素敵なお客様が来ています。初めての男性ゲストですね。沖縄民謡界のスーパースター与那覇徹さんです。よろしくお願いします。与那覇さんお久しぶり。久しぶりだね。ですか。お久しぶりですよね。そうね。そうですね。半年ぶりぐらい。それぐらいになりますかね。ね、実はそう、実は今あの吉本沖縄花月が、はい、あの那覇市にある旧の三越跡にあるんですけど、はい、そちらであの平日公演スペシャルコメディとかの方で、はい、そう共演させてもらったりとかして、よくね、うん、そうそう お話はねしてたんですけど、それ以来ですかね。もうそれ以来だね。そうですね。どうですか最近は。最近はね、雑な振り。もう吉本のステージが、うん、もう去年の末で終わっちゃったので、うんうんうん、そうですね、12月ぐらいで、ね、うん、まあ、割と昼間は、うん、あのゆっくり、うんうん、でもないな。でもないんだ、うん、お忙しそうですけどね。毎週あの石垣島の方にライブで行っててですね。毎週ですか。毎 毎週じゃ飛行機乗ってるってことですか。そう、毎週。飛行機苦手なんですよ。あ、そうなの。そうそうそう。あ、僕も苦手だった。え、うん、でも毎週行くようになって、毎週って感じですね。木曜日はもう石垣島の日ということでね。石垣島の日、あれ、お知り合いですか。はい、いつもお世話になってる。ああ、もうあの、あ、お元気ですか。後でね。後でね。あ、そう、サテライト、サテライトスタジオののでね。はい、小沢で、ね、知り合いが多くて。ああ、そうです、そうっぽいですよね。そうですよね。そう石垣でライブ。うん、そう、あのライブができる場所があって、うんうん、まあ前も吉本やってる時からだったんだけど、うんうんうん、吉本のステージ終わったらそのまま空港行って、うん、石垣飛んでついてそのままライブやって。で翌日帰ってきたらそのまままた吉本っていう。うわー。あ、でもあのスペシャルコメディとかって、うん、稽古とかあったじゃないですか。はいはい、結構なんていうか昼間の公演が終わってからいるので、うん、コメディの稽古とかって夜が遅いことが多いです、うん、8時から12時、ね、夜の12時までとか、うん、そんなの多かったんです。その時とかってどうしてたんですか。ね、この時はまあ、ゆうちょちゃんとチャタンに通ってましたよ。どういうことですか。うん、飲むわけないかない。まあ、その稽古までやけど、その翌日がね、また朝の9時から稽古とかだったりとか。あ、そうですね、その日のリハーサルみたいな感じでね、うん、朝から稽古だったりしますもんね。その時はね、那覇の知り合い の、あの、うん、ホテルに一泊して。あ、安いところがあるんですよ、那覇は。まあ、小座もありますけど。それに泊まって、はい、あれじゃないですか、怒らないですか、帰らないで、お家に帰らないで。いや、もういつもそんな感じです。こんな生活をね、もう15年続けてますからね。15年。うん、はあ。で、あれですよね、何歳ぐらいから三線とかって。僕はね、三線触ったの3歳から。3歳から。3歳ってあれじゃないですか、喋れてるか喋れてないかの瀬戸際じゃないですか。うん、あのね、親がやってたっていうのがあってね、で親が三線教室をやってたの、うん、で、まあ、もうやる前は現役で歌手としてやってたんだけど、うんうん、三線教室やってて、やっぱり子供って親の真似するでしょ。うん、あ、そうですね。うんうん、そこで真似事みたいな感じで弾いたのが始まり。うん、3歳からじゃあ、3歳から三線を、そりゃ各所そんな目にしますよね。いやいやいや、それでもね、ずっと隠してたのね。高校生ぐらいまでは、うん、隠してたってどういうことですか。うん、沖縄の芸能、まあ、音楽でもそうなんだけど、うんうん、昔は、今だからこそかっこいいって感じなんだけど、うんうん、当時はなんか年寄りがやるものっていうイメージがあって、あ、今でも僕どっかにそれがあって、うん、でそれを、まあ、今の場合は、うんうん、そうじゃないんだよっていうのを、うんうん、やるような活動に変わってはいるんだけど、当時はね、同級生もそういった三線でやったり踊りとかやってる子とかって少なかったのでね。なんか、まあ、そうですよね、この高校、中学高校の頃ってね、うん、サッカーとかバスケとか、 なんか部活やってる子の方が多いですもんね。僕もどっちかというとそっちの方に行ってたので、うん、で僕小学校4、5年ぐらいから空手をやっててね、うん、高校まではずっと空手一筋っていうぐらいまでやってましたね。へー、でも三振をやってることは言わず、うん、でもあれですよ、裏で結構好きではあった。あのね、歌わされてたっていう感じです。あ、
やらされてたん、うん、お祝いとかでなんかステージとかが、うんうん、依頼が来るんだけど、うん、まあ親が持ってくるわけだから断れないでしょ、うん、そう、ね、まあ、そんなのものがあってね、歌わされてたっていうのが、あ、まあ14、15ぐらいまでかな。じゃあなんか与那さんの中で自分がそれをなんか転機っていうか、この三振を自分からやるようになった転機とかってあるんですか？あのね、ちょうどそれぐらいの時にあの、うん、沖縄の県立芸術大学っていうのができたの。あ、裏、うん、首里の方にあるんですね。でそこで、まあ、あの沖縄の芸能、まあ、うんうん、あの踊りをやってたんだけど、うん、踊りを やったり、うん、三振をやっていれば、うん、その大学に行けて、うん、で卒業したらそれなりのまた仕事が見つけるみたいな、うん、まあ、今考えたらガセネタだったガセネタだったんだ、うん、そう、まあまあ、おかげで、ね、うん、大学にそっちの方の大学に行けて、うん、今の自分があるっていうのもあるんだけど、ただ大学卒業して、うん、この業界でこの芸能の世界で食べていってる人っていうのは、うん、あんまりいないかな。そうですよね、うん、いやそんなね賞とかね受賞してるって言っても、うん、そんなお仕事が毎日あるってわけじゃないですもんね。今でも明日どうしようかっていう感じだったらね。そうですよ、大変ですよ。いやいやいや、でも数々の受賞歴がある与那さんですけど、一番嬉しかった賞とかってあります？ん？一番嬉しかった賞、これ取ってすげえ俺やったぜみたいな。ああ、あんまりこの賞っていうのはないんだけど、うんうん、一番すごい舞台には立てたね。お、それも それも15年ぐらい前かな、うんうん、NHK の紅白歌合戦で夏川りみさん の、ね、バックで三振引いたっていう、そうですよね、だから NHK ホールのステージがこの時が初めてだったのかな、うん、うわ、うん、そうですよね、2002年に夏川りみさんと紅白歌合戦、そうそうそう、でいろんなそれをきっかけにいろんなアーティストと の、うん、コラボレーションっていうかね、うんうん、いろんなステージに、うん、上がることができたっていうのは大きいかな。はあ、すごいですね、うん、どうでした、紅白の舞台ってそりゃ緊張しますよ。あ、これね、舞台はね、うんうん、緊張しないの。え、舞台に上がると、うん、そうそう、舞台に上がるのは別に大丈夫なんだけど、うんうん、楽屋がね、あ、僕らの楽屋は、うんうん、まあ、伴奏者だから、うんうんうん、NHK の、まあ、いわゆる N 響という交響楽団の、オーケストラのメンバーと同じ控室なのね、うんうん、でそこにもたくさん人がいて、うんうん、すごいお堅い人たちがいて、うんうん、そこがなんか肩身の狭い感じでね、うん、沖縄から行って早く終わろうっていう、うん、早くやって早く終わろうっていう感じでしたね。なるほどね、でもすごいですよね、うん、羨ましい、まあ、そのおかげでいろんな方々を生で見ることができたね、うんうん、テレビでしか見たことない人たちがね、うんうんうん、でも、うん、この仕事やってる特権かもしれないですよね、うん、そうね、いろん本当にいろんな人と、仕事することができたし、うんうんうん、いろんな番組に出させてもらいましたしね、うん、ですよね、そう、自分も吉本、ね、うん、出るようになったりとかして、いろんな有名な芸人さんとかとご挨拶したりとかする、ね、うん、機会も多かったですし、もうすごいですよね、この仕事の、ね、なんていうんですか、この何の脈の広がり方っていうか、うん、すごいですよね、吉本のおかげで芸人さんとの友達が増えた、うん、わかりますそれ、うん、本当にわかります、結構ね、そう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 、誰だろう、江原正宏さん、あ、そうだね、なんか仲良かったもんね、そう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 、とかと仲良くさせていただいたりとかして、うん、そう、与那さんもなんか飲みに行こうとかって話してるのに、あ、だからね、結局なんかその主催者が主催するその大きい飲み会ぐらいにしか一緒に、ね、うん、そう、飲み会に、ね、行ったことないですよね、そう、いつも僕小座近辺で飲んでるんだけどねそうでしょ、うん、じゃあ足立屋にいるバラしちゃったよ、うん、バラしちゃったよどっちの足立屋か教えないけど、あ、なるほど、はい、あ、そうですね、そうそう、アミニューにもあるしね、いっぱいありますしね、コメント来てるのでちょっと拾ってみますよね、はい、服がお揃いですね、そうなんですよね、そうなんですよね、画面で見たらそっくりなんですよね、はい、すごいこの柄シャツ、ね、あ、そうだね、画面で見たら似てるね、そうなんですよ、まあ、ちゃんと見たら、ね、本物見たらそんなことはないですけど、与那さんバラで自分何柄だろう、アンティーグ柄みたいなやつなんでね、で、吉弘さんから、うん、女子からしたら短パンでスネ毛が見えてるの嫌らしいですよ、あ、そうなのいや、それさっきね、自分の番組だったら短パンで来るけどって話してたやつですよね、うん、そうそうそう、いや、嫌なのかな、いや、うーん、別に構わないけどな、
そうそう、僕自分ね、あの4年半番組やってた時は、うんうん、あの生放送じゃなくて収録だったので、うん、あのそういった映像とか全然見れないからね。あ、そう、あ、そう、何年前ぐらいに、ね、もうこれも10年ぐらいになるのかな、もう終わって 4,5 年ぐらいになるんだけど、うんうんうん、もうすごい番組やっててからね。すごい番組、はい、もう下ネタバリバリだからねダメですよ、この番組まだ7時台なんで、ね、7時だよね、その収録をね朝10時ぐらいにやってるんで、ね、何時に流す予定のやつを夜10時でも10時に撮る、朝10時になのにそのテンション、そう素晴らしい、アホだろっていう感じだよね素晴らしいですね。チャタンヌイチョンさんより、ウィスサイナさんこんばんは、ピースしてる時の写真撮り逃がした、あ、チャタンヌイチョンさん、あ、じゃあまたやる、はい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 、チー、はい、この角度自信あります大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、はい、撮りましたね、OK です、はい、ありがとうございます、本番中にそんなことやっていいのかっていうね、まあね、サテライトスタジオで生放送なので、はい、こんなこともあるでしょう、いいと思います、はい、吉弘さんより9000円ぐらいの中古の三振を見つけた、おお、だ、三振っていくらぐらいなんですか、うん、あのね、最近はね、安い三振だったら、まあ、新品でも15,000円、20,000円ぐらいでは買えるね、うん、あ、そうなんです、結構、うん、自分のおばあちゃんとかお父さんも三振やるんですよ、うん、あ、そうなの、そう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 、あら、で結構お家に三振もあるんですけど、高いもんだろうなと思って触ったことないんですけど、床の間にあるやつは絶対いい三振あ、でも自分のお家畳ないんですよ、うん、あ、そうなの、そう、全部フローリング、あ、じゃあなんかね、大事なところの近くにあるやつは絶対高いやつなるほどね、そう、なんか与那さんの持ってる三振は、僕のやつは なかなかいい値段するよ、うん、そう、やっぱり、あの小坂誇る照屋林次郎って人が作った三振だから、照屋林次郎、うん、なかなかね、この人は三振、うんうん、作らなくて有名な、三振を作る人なのに、作る人なのに三振を作らないことで、そう、あんまり仕事しないって言ったら、語弊があるかもしれないけど、作らない、ね、なるほどね、あ、うん、そのね、珍しいというか、もう、うん、本当にこの、まあ、林坊っていうんだけど、林坊さんは、この人のものしか作らないっていうか、もういわゆる本当に職人なのね、あ、なるほど、うん、なるほど、そんな、この FM 小座 の後ろ側にある、あ、見たことあります、三振店なんだけどね、うんうんうん、この人の三振店、ね、なのに三振置いてないとか、仕事する気あんのかまあ、プライドっていうか持ってるでしょうね、その三振を僕は3つ持ってます、3つ三丁持ってますね、さすがですね、うん、もう沖縄の民謡界のスーパースターでしょ、ですもんね、いやいやいや、まあ、うちの親父の三振はまた別なんで、僕が個人で持ってるやつとしてはそれかな、うちは床間が実家にあるので、そっちにある三振はいくらするか分かんない、もう5年前の大震災の時、東北の震災の時に、うんうん、大津波警報が出たでしょ、うんうん、あの時にうちの僕この時コリンザで、うん、舞台本番だったんだけど、うん、もううちの親父に電話して、うん、何でもいいからこの三種を持って高台逃げろって僕言ったもんこの三種を持って逃げろと、うん、僕の三種はもうどうにかなるけど、この三種だけは持って逃げろっていうぐらいの、はあ、そんなんですね、うん、すごいな、はい、ちょっとメッセージ来てるのでちょっと読んでいきたいと思います、はい、ラジオネームみーちゅーさんよりありがとうございます、はい、さん1週間ぶりぶり、すずこんばんはということで、いつもありがとうございます、さてさて、すず先週もメールしましたが、みーちゅーは日曜日第32回ストロングマン全日本トライアスロン宮古島大会に出場してきましたよということで、おすごい、そうなんですよね、みーちゅーさん、宮古島入りしてからコロコロ変わる天気予報にハラハラさせられましたが、無事開催されました、あ、よかった、スイマーはめっちゃ綺麗な海に感動、水中バトルで死にそうになったけど、バイクは宮古島の自然と景色を堪能、向かい風に苦しみ、雨に濡れたブレーキが効かなくて死にそうになったけど、何回も死にそうになってるな、ランは折り返しコースでチームメイトのハイタッチに助けられたり、沿道からの温かい声に背中を押してもらう、もう両足ちぎれて死んでしまいそうだったけど3回ぐらいですよ、死にそうだったのかな、はい、そしてついに制限時間に1時間の余裕を持ち、を12時間29分で完走、すごい、ストロングマンの称号を手に入れることができました、ということで、すっげー
げえな。途中何度ももう二度と出ないと泣き出しそうでしたが、ゴールすると超感動、疲れも吹っ飛び、ビールがもう最高にうまい、このために走ってるんだなって感動しましたよということで、お二人さんは仕事やプライベートでもこれがあるから頑張れるっていうもの何かありますかということで、リクエストいただいたんですが、ちょっとお時間のがありましたらかけさせてもらいます。すごいね、ビールが美味しいって。この後じゃあまた夜のトライアスロンやったのかな。ちょっと、うん、ちょっとちょっとちょっとビール飲んで、だってここまでで終わってくださいね。あります、これがあるから頑張れるっていうものとかって。あーでもね、ステージ、うん、まあスーズもそうだと思うけど、うん、人前に立って、うんうん、僕の場合は演奏するっていうのが、まずお仕事っていうのもあるんだけど、うんうん、そこでなんか感動したよとか、うん、あよかったよって言ってくれたら、ああいいのかなって、やってよかったなってなるね。あどんな、ね、練習とか、ね、うん、稽古とかきつくてもね、そう、うん、そうですよね、よかったよって言ってもらったら、うん、そうですよね。この前石垣島でやって、うんうん、全く僕のこと、石垣島って居酒屋で僕ライブするの、ね、そうなんですね、だから僕のことを全く知らない状態で来るの。お基本食事がメインなところだから、その中で歌っていて、うんうんうん、まあ、感動しましたって言って、うんうん、泣いてる人が何名かたまにいるのよ。その時にやってよかったって思う。すごいな。あでも分かります、ヨナさんの三振、本当に自分も最初聞いた時鳥肌立ちましたもん。で練習とか稽古とかで聞かせてもらったんですけど、うん、もう桁違いですよね。いやいやいや、そんなことないよ。お前とはもうね、今若い子たちいっぱいいるんだけど。いやすごいですもんね。はい、もう一個リクエストじゃなくてメッセージ読みたいと思います、はい、ラオニゴさんよりありがとうございます。ミスさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、今熊本は先週からの地震の影響で苦しい生活を強いられています。僕たちうちなんちゅも熊本の元気な未来を本気で支持しなければと思います。そこで皆さんからも熊本の皆さんに向かってエールを送ってくださいということでリクエスト曲をいただいております。大変なことになってるもんね、熊本 ね熊本ね、うん、毎日毎日見るニュースに心痛くなるんですけど、僕このニュースとか見てと思うんだけど、うん、まあ、いろいろ今どういう状況です、何が、うんうん、建物がどんな感じですや、うんうんうん、もういいんだけど、うん、あれやってほしい、ここの、避難所はまだちょっと空いてますとか、ここのガソリンスタンドは使えますとか、そういった情報とかやってくれたら、もっと助かるんじゃないかなって、ね、被害の報道だけではなくて、ね、うん、そうそう、今の現状、まあまあ、違う角度でだと思うんだけど、ね、それってやってくれるとね、いいんじゃないかなって。そうですよね、今ね、支援ね、募金とか支援物資届けるとか、そういう小さいことぐらいしか自分たちにはできないんですけどね、それからそういうことを全力でやっていこうかなって思いますけど ね、はい、沖縄大好きさんより、ミスさんこんばんは、ゲストのヨナタルさんこんばんはって聞いてます。こんばんは、はい、ね、一日でもね、熊本の皆さんたちが、うん、どんな復興を、ね、願ってますよ ね、今だって熊本に入れない状況でしょ、多分駅も なんか止まっていて、空港も閉鎖みたいな感じでね、そうですね、そういうのは FM 講座のようなコミュニティ FM の機動性が生きるところです。そうですよね、ラジオとかね、ラジオがしか聞けないってところもありますもんね、そういう時にね、こういうラジオとかこのマスメディアの重要性ってね、ありますもんね。はい、あ、ということで、はい、ヨナさん、おい、今度ね、はい、なんとね、ヨナさん、うん、アルバムをリリースするんですよね。そうなんですよ、3月の23日にですね、うん、3月の23日、リリースしまして、あ、したんですね、もう、うん、まあ、ちょうど 1ヶ月ぐらい前ですね、うんうんうん、その時に、もう完全なる伝統音楽 のアルバムをですね、うんうんうん、出しました。あ、自分、前作ですか、前々作を、うんうん、自分のうちのおとんが欲しいって言ってたんで、はいはいはい、ヨナさんから買わせてもらって、うんうん、プレゼントしたんですけど、すっごい喜んでたんで、うん、今回もね、ちょっとヨナさんから受けしたんで、ちょっとお父さんに届けようかなと思ってるんですけど、うん、ぜひぜひ、ね、もう今回、前回まではね、うんうん、いわゆるバンドサウンドというか、自分のオリジナル曲とかだったんだけど、うんうん、今回も、まあ、まあ、歌三線っていう、三線っていうのは、まあ、沖縄の、まあ、伝統芸能のものなので、うんうん、まあ、そういったもともとあった自分のルーツっていう意味でですね、うんうん、もう相当この番組には似合わないような楽曲ばっかりを揃えてですね、
素敵な曲を出しましたよ、はい、今日はねこのリリースするアルバム、あ、リリースしたアルバムから、はい、あの短めの曲なので3曲ぐらい続けて流したいと思いますので、うん、与野さん、うん、曲振りの方をよろしくお願いします、はい、これは昭和36年の11月に、うん、マジキナ有効という人が作りましたチージ山という、うん、舞踊劇がありましてですね、うんうん、その中からあ八千文うや、道端三人草、そして空眼もういがうやという曲をですね、うん、物売りですね、あのいろんな登場人物が出てくるんですけど、この登場人物の歌を お届けしたいと思います、はい、それでは聴いてください、どうぞ。池川のかまどが茶碗の中間なだわらんて、道軍カジカジも調子が電やささへこなこらんな、魔界そりとずんかん、おざらこざらどんぶりでファン、まんは茶碗にさつま焼き、ちぼやの釜からまりてとんじてちゃる、かりよしじょうやちとこいがあてんからからねらんてんからから、やちもんなりもんしなかじやさでほことなちのもしがたん、さきじょうかやなだわらんごあみ、三三瓜の若手瓜小路の目
自転車で来てたから沖縄市民会館にすげえな。あ、そう、歌の日コンサートな、うん、マスカラ、そう、いやすごいな。毎週のみすずの鈴カフェ、毎週のみすずと素敵なお客様、米野トルさんでお送りしております。また引き続きよろしくお願いいたします。はい、番組も中盤なのでこのコーナー行ってみましょう、はい、思い出の一皿ということで、このコーナーはお客様自身に何か思い入れのあるものを持ってきていただいて、お客様の思い出を共有していこうじゃないかと、そういうコーナーになっております。事前にねお願いして持ってきていただいてるんですが、はい、うん、今日は何を持ってきていただけましたかね。僕ね、思い出の品っていうかね、うんうん、あの一番最初に買った CD、 お、一番最初に買った CD、 リンケンバンドのね、ワンクルっていう CD なんです。リンケンバンド、沖縄を代表するあのリンケンバンドの、うん、そう、あのね、これ僕が三振を本当に、うんうん、あ、かっこいいなって本当に思った一枚、うん、今はね、まあ、いろんなバンドとか、うんうん、いろんなグループがいて、それなりにねかっこいい音楽あるんだけど、当時、うんうん、斬新だったのよね、このリンケンバンド自体が、うん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 、で初めて自分のお金でお小遣いで買ったし、おいくつぐらいの時、これね僕中学生ぐらいだったと思う。中学生ぐらいの、これね、よく見てみたらね、1990年ってなって、うん、待って、1990年って生まれてないっす。うそ自分1993年生まれで今年23になるので、そうねもうね、これをもう久々にこれを開けてみたらね、うん、このメンバーの写真がね、うん、
もうみんな若いのよ。特にこの人なんかね、今あの、玉木みつるっていう人なんだけどね、もう若いのなんのね。沖縄ポポ。そうそう、お笑いポポ。お笑いポポだ。ね、藤木隼人さんとかね。あ、知ってます、知ってます。あのね、そうですよね、昔を代表するというか、ちょっと、ね、みんな若いの、すごい、うわー、すごいっすね、うん、こういうあのこの CD を買ったのをきっかけで、うん、いろんな、音楽というかね、新しい音楽って、うん、あ、こんなのバンドとかやりたいなみたいな感じを、うん、あの思ったのが始まるきっかけかな。バンドに、でもバンドに三姉が入ってくるってかっこいいですよね。自分もバンドやってるんですよね、うん、あの、あ、普通に、あの、うん、で、自分普通に歌ってるんですけど、うん、でも4ピースで歌と、うん、あのベースドラム、うん、ギターって本当に最小限のバンドなんですけど、うん、でも三線があるとやっぱ沖縄色っていうか、そう、ね、出たりとか個性的になったりしていいですよね、うん、そう。でこの CD を、うん、中学校ぐらいに聞いて、うんうん、めっちゃかっこいいなって思ってね、うんうんうん、でそしたら、うん、何年か後に、うん、この CD で演奏してるメンバーが、うん、僕のバンドで演奏してくれてっていう、でリンケンバンドって、うんうんうん、昔はあの五谷十字路のスタジオで、うんうんうん、CD を作ってたのね、うん、でそれが今の、 あの三浜にある、うんうん、あの味回ってところに移るんだけど、うんうん、そしたらこのスタジオが空いて、うん、別の人がこのスタジオをあの借りたの、うんうんうん、でそこで僕をずっとレコーディングしてやってた。だから当時のリンケンバンドが好きな人だったら、うん、もう分かるっていう、当時 の、 もうあのうドラムとベースが、うん、当時のスタジオでレコーディングをしたっていう、うわ素敵ですね。いやそんな、なんか憧れっていうか、うん、かっこいいなって思った人と仕事ができるって本当にすごいことですよね。この人たちと一緒に仕事をしてるっては、ね、あの本当に思ってもみなかったし ね、 そうね、はい、あ黄色い顔の人さんより似たようなシャツですね、コンビですかって言って、コンビ組もうか、コンビ組もうか、曲よ曲。じゃあ歌いますよいやいや、与那さんに書いてもらうとかどんなすごいことですか。書きますよ、歌詞があったらああ、頑張ろうかな、歌詞書けないからそうなんですか。そうそう、僕は曲が専門。ああ、うん、そうなんだ。作詞はね、国語の成績は2位だったから、うん、逆に国語だけは得意だったんですよ、ね、そう、音楽は1だったよ。あれ逆に五線譜読めないもん。三振ってどうし、あ、くんくんし。そうそう、くんくんしも読めなかった、当時は。はあ、うん、今は読めるけどね。うん、あのもう全然、だから、先輩方の指を見て覚える、うんうん。あ、指で、うん、そうそうそう。はあ、逆にすごいですよね。今はね、まあ、譜面、あの三振の譜面は書けるけど、五線譜、いまだに何て書いてあるのか全く。頭じゃくしにしか見えないみたいな。だからあの夏川りみの、うんうんうん、あのバックで N、うんうん、N 響のメンバーとやるときに、うんうん、あの指揮者の人が五線譜見て、うん、はい、何ページ の、 あの 何行目どうのこのとき、うん、どこですかみたいな。なるほどね。そう、そしたら隣にいた、うん、あのオーケストラの人が、うん、皆さん大丈夫ですよ、あの僕があのちゃんと合図しますからあのこういうの見てください、ね、ありがたい優しい人だった、よかったって言ってね。はあ、すごい。よ、吉野さんように三振アンプいらないから強いねっていうことでね。ああ、本当に。でもその三振、このものだけでいい音だ、うん、出ますもんね。そうね、まあ、いっぱいに聞かせるとアンプが必要になりますけどね。そうそう、だいぶね、でも今アンプ使わなくてから、うん、特別なマイク使ってやるから、うん、それなりにいい音出るんだよね。へえ、うん、すごいな、時代も進化するですね、うん。黄色い顔の人さんより昔キャスもしてましたね。キャス、キャス、なんだろう、ツイキャスのことかな。ツイキャス、よし、やってました、ツイキャス。僕やったことないかも。自分かな、あれ、自分やったことない、うん、まあいいか誰かがやったのかな。黄色い顔の人さんに1990年ってつい最近なのに生まれてないって。そうですね、生まれる3年前ですね。すごいね1990年、平成だ。平成5年、平成5年生まれなんで自分。そうなんです実は平成5年なんだね。実は平成5年生まれ。初めて買った音源はさだまさしということで。かっこいい、いいですね、さだまさし。なんだろう、初めて買ったやつって。自分小学校の頃からずっとポルノグラフィティが好きなんで、うん、きっとポルノグラフィティの CD だと思うんですけど、覚えてないですね。僕初めて買ったレコードは長渕剛よ。レコード、レコード、
長渕剛、うん、そう、それもレコードもこの CD もどこで買ったかって言ったら、ここ並びにあるテリヤが来なるほどね、そう、なるほどね、はい、いいですね。あ、リンケンさんがキャスやってましたってこと、ね、そうなんだ。そう、僕が買った CD は MC ハマーです。 MC ハマーも僕シングルで持ってる。へえ、すごいですね。レトラが抜きだと琉球音楽って聞いたことありますけど、そうですか。あ、そうね、レトラが抜け、あのいわゆるペロッコ音階って言って、うん、まあ、あの東南アジアのインドネシアとかバリとか、うんうん、あの辺の音階になんだけど、うんうん、まあ、それに近いかな、うんうん、正式には別にあのレトラがないのは、うんうん、あの沖縄本島とか、うんうん、本当でドレミソラとかだったら八重山とか宮古とか、うん、だからちょっと沖縄、本島に関してはレトラがない本体が多い、うん、なるほどなるほど、いろいろあるのよね、はい、三振にピックアップマイクつけようと思ってます。あ、ピックアップマイクって何ですか。いわゆるアンプにつける、あの、ね、ピックアップマイクよりはコンデンサーマイクの方がいい音するよ、うん、お専門的な用語いただきましたけど、うん、そうそう、コンデンサーマイクで、まあ、あの PA さんは嫌がるけどねあ、そうなんですね、うん、やっぱそんなようなのあるんですね。そうそうそう、機器も機械もいろいろね、うん、はい、ちょっとね時間がもうちょっとなってきたので、はい、この辺でカラズのインフォメーションいってみます、うん、はい、5月5日子供の日にこの番組のプッシュナンバーにもなっている WB の新曲ハングインデアのリリース記念パーティーを行います。場所はモッツ、三浜にあるライブハウスモッツ、はい、会場は14時、開演が15時、チケットは前より一般1500円、小中高生は1000円となっています。チケットの予約も受け付けてますので、詳しくは WB のオフィシャルサイトをチェックしてみてください。そしてこれ、ここで新情報、はい、このイベント、なんとこのリリース記念、私前城美鈴が MC を務めることになりました。素晴らしい、はい、ぜひぜひ、それはそれは家族が揃って遊びに来てくれたら嬉しいです。来るべきでしょうイエーイ、来てください。5月5日子供の日です。ゴールデンウィークには WB、 そしてピラノパールス、エイシャドウ桜の3組がなんと関東遠征に行くということで、うん、5月2日イオン八千代緑ヶ丘店、そして5月3日には川崎ハイサイフェスタに出演します。すごい、そうなんですよ、3組揃って関東でパワフルにやらかしてくれると思うので、お近くの皆さんはぜひぜひ遊びに行ってみてください。素晴らしい、はい、で帰ってきて次の日、うん、5月4日にはピラノパールスは那覇市あさとにある G シェルターにて定期ライブボリューム2や卒業式、うん、そしてイシャドウ桜は那覇ハーリーのメインステージに出演ということで、帰ってきてもまだまだ頑張るカラスのアーティスト、忙しいね。そうですね、この3組はね今推しですからね、うん、ぜひぜひ応援に行ってみてください。はい、でモスク第8回沖縄国際映画祭ということで、沖縄国際映画祭行きます。僕はね、うん、第1回の時に出た、うん、あ、出たんですか、うん、演奏で、演奏で、はあ、第1回チャタンでやった時、へえ、あれからもう8年だから、そうなんですよ、あれから早いです ね、 僕ね、それもその第1回の、うん、時にステージ出て終わって、うん、そのまま空港行って、うん、岡山かどっかに行ってたの、うん、でそれを、テレビでその中継を見てたっていうね、はあ、うん、そこまで今さっきまでここにいたんだけどなあ、そうですね、ずっとやってますよね。その第8回国際映画祭ということで、今年も必ずいろんなとこで出演させていただきます。まずは先輩、吉本新劇にも 、はい、出演している玉田裕樹さんが出演している映画港川人の友達が4月22日金曜日11時50分から桜坂劇場ホール A で上映されます。ガリチセルのゴリさんの監督作品ボンボンボンと同時上映とのことで、監督ゴリさんや沖縄出身の芸人諸見里大輔さんの登壇も決定しているようですので、ぜひぜひ足をお運びください。そしてアーティスト陣も続々と出演が決定しております。カラーズから先ほどの WB ピラノパールス、イシャドウ桜が映画祭の期間いろんなステージに登場しますので、詳しくはカラーズのホームページ、ツイッター、フェイスブックをご確認ください。そしてカラーズではモデル、タレント、レッスン生を随時募集しております。レッスンの内容も充実、一般ウォーキングレッスンからボイスレッスン、ダンスレッスンなどいろいろなレッスンがありますので、興味がある方はぜひぜひカラーズ沖縄で検索していただいて、どしどしお問い合わせください。4月の後半からゴールデンウィークにかけてイベントがたくさんありますので、カラーズのホームページやツイッター、フェイスブックのチェックよろしくお願いいたします。すべてのお問い合わせは 098-923-3358 098-923-3358 カラーズまでよろしくお願いいたします。なんかありますね、ユナさん。僕はね、6月にね、モッズで
お、もう年に1回しか、ライブやらないんだけど、モッズでライブやります。6月の12日。12日、そちらにもぜひぜひ遊びに、このライブツアーのファイナルということですね、伝統音楽とバンドと両方でやりますんでね。わー、行きたい。ぜひね、もうロックやります。ロックいいっすね。伝統やって後にロックやります。いいな、ロック大好きです。ラジオが、ラジオじゃない、メッセージが来てるので、ダメですね。カミカミです。ちょっと山田さん来てるんですもん。はい、メッセージ。鈴カフェネーム、沖縄大好きさんより、みすずさん、ゲストの柳田徹さん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、鈴カフェネーム、沖縄大好きです。ということで、ありがとうございます。さて、今日のテーマ、あれ、車の鍵がないと思って家に戻ったら、ポケットに入ってた話ではなく、フリーということで、いつもね、こうやってボケてくれるんですよね。みすずさん、これが先週話したテーマボケです。ということで、はい、丁寧にありがとうございます。はい、今日は仕事がお休みで、自宅の引っ越し作業をしました。おお、某電気屋さん、クーラー屋さん、運送屋さん、ガス屋さんのおかげで、無事に引っ越しも半分以上終えることができました、うん、暑い中本当に助かりました。ありがとうございます。そしてゲストの米原徹さんは初めまして。フェイスブック拝見させていただいてます、はい、実は僕も沖縄の民謡や島歌ポップスが好きです、はい、というのも子供の頃から創作エサをやっていたというのもあり、うん、小さい頃から三線の音や民謡の曲をよく耳にしていました、はい、エイさんもそうですが、高校の頃は現代版組踊りも始めて、はい、さらに三線を始めて少しだけですが弾けます、はい、よく耳にしていたアーティストさんが、うん、ミルクムネリで有名な秀勝さんや、はい、白間健一さん、はい、宮古島出身の下地悟さん、パーシャクラブさん、はい、などなど多く聴いています。実は米原さんの曲をまだ一度も聴いたことがないので、はい、もし機会があればライブなど見に行きたいです。では最後まで放送ちばりよということで、沖縄大好きさんからいただきました。じゃあ6月12日にね、ぜひぜひね、はい、来ていただきたいと思います、ね、よろしくお願いします。そしてもう一件、ラジオネームおじさんバリバリさんよりいただきました。ありがとうございます。こんばんは、よく聞いているがメールを初めてだなということ、 ありがとうございます。みすず元気、はじめまして、ラジオネームおじさんバリバリだよということで、ありがとうございます。してからにゲストが米原徹さんって、ようこしやし、みすず失礼なこと聞くなよ。ほんとそうですよね。もう失礼なことっていうか、なんか緊張してちょっとカミカミっていうで、最近おじさん楽器に興味があるってば。トルさんは三振引いてご飯食べるんだろ、おじさんからでも首相クラスになるかねということで、大丈夫じゃないから。みずさん、おじさんと一緒に三振始めようか。じゃあ最後まで聞いてるからよということで、ありがとうございます。ね、三振ね、うん、結構触れる機会が多いので、はい、なんかね、始めたいなとは思ってはいるんですけどね。ぜひぜひ、うん、始めてくださいね、うん、なんか教えてくれます。僕ちゃんと教えてますよ。あ、そっか、うん、今年で15周年になりますね。うわ、もう本当ですか。はい、三振始めてか、3歳って言ってたんで、今年、うん、今年でね、僕は初舞台が5歳なんで、うん、芸歴で言ったら35年、うんうん、うわ、デビューで言ったら15周年、 CD デビューからは。うわ、だからね、だん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 、ね、最初はまだ 4,5 年ですよって、うんうん、言ってたのが、うん、この 4,5 年が15年になっちゃった。もう 4,5 年では通らなくなっちゃったね。でも分かります。なんか、うん、自分もこの仕事始めて、なんかまだまだ出だしなんでって言って、もう2年経ちますから、うんうん、もうあっという間よ。あっという間ですよね、うん、そうですよね。吉弘さんよりギターよりもとっつきやすいということで、あ、そうですよね、三振ね、結構沖縄の家庭にはね、馴染みあるっていうか、う、ね、持ってる家庭も多いでしょうしね、あるでしょう ね、まあ、僕らはギターなかったからね、うちにマンドリンがあった。マンドリンって何ですか。マンドリン、ちょっとちっちゃいギターみたいなのが、マンドリン、ウクレレみたいな、ウクレレよりはでかい、はあ、うん、マンドリン、へえ、なんかすごいいろんな楽器が、いろんな楽器あったね。へえ、やっぱ音楽一家みたいな感じだったんですか。いや、親父が趣味で持ってたんじゃないかな。趣味か、うん、もう、まあ、木でできた楽器だったからね、うん、腐れて全部捨てちゃったけどね、うんうん、そうなんだ、僕の楽器じゃないから。僕が小さい頃にはもう、気がついた時にはもうすでになかったっていうね、うんうんうん、すげえな、うちにもう三振はあったんですけど、うん、フォークギター、クラシックギターみたいなのを、うん、あ、うん、ちっちゃい頃に見た記憶はありますけどね、うん、でもね、そう、三振をね、うん、ふと思い出したかのようにお父さんが夜に弾き始めるんですよ、うん、いいね。一緒に弾こうか。ぜひ、めっちゃく
ちゃ喜ぶと思いますけどね。そうそうそう。で、そうおばあちゃんも師範、うん、みたいな。あんまりよくわかんない。多分ね、名前言ったらわかるかも。ちょっと後でこそっと。大抵の人わかるよ。ですよね、うん、後でこそっと。そうそうそう、なんかそういうのでやって、ボランティアとかでもいろいろ回ってるらしくて、もういくつになるんだろう。おばあちゃんも結構70とかなるんですけど。うち の親と大体同じぐらいですか。いやいや。そうだね、そういう年だもんね。いや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 、うん、でもね、でもね、またね、そうですよね、やっていこうと思います。時間があれば三振もいろいろと、ぜひやってください。はい、さてさて、もう時間も残り少なくなってきました。鈴カフェ、はい、そろそろ閉店のお時間となります。今週もありがとうございました。また来週も聞いていただけると嬉しいです、はい、ゲストにナータルさん、ご来店ありがとうございました。はい、この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りしました。鈴カフェ、お相手は前城美鈴でした。またのご来店を心よりお待ちしております。今日のエンディングナンバーはヨナトールさんの曲を流したいと思います、はい、ベストアルバムから1曲です。1曲入りお願いします。はい、はい、スピッツの草野正宗さんが作詞作曲してくれました。夜明けという曲を聴いてください。どうぞ。自分を失いそうでも